皆さんこんにちは、バラです。リマルト続きをやっていきたいと思います。と火消えたね。 OK OK。 ではスチールをどうにか入手していかないといけないねということなんだけど、いや、いい加減やっぱりあれだな、これをこっちに持ってった方がいいな。んでこれをキャンセル。 OK。 で、バロさんたちが今戻ってきてる感じだね。3日後。まあ大丈夫でしょう。まあ何はともあれだよ。まあとりあえず、とにかくこうにかスチールを手に入れて、もろもろの作業を進めていかないといけないというところだね。で、そうか、スチールコンポーネントもガンガン使ってんだもんね。で、コンポーネントを作らないと、要はこのウォートキャノン、タレットとか、直さないといけないんだよね。なのでね、サクッと、バラさんたちに帰ってきてもらって、それからいろいろできていけれればいいなと思ってるんだけどね。とりあえずパルソンが一つ直しに行ってくれたね。OKOK。これね。よしよしよし。なんだこれ、アンプッシュ。エクサのキャラバン隊は人狩りのアライグマに待ち伏せされた。何を言ってるの。マジで言ってるそれ。それマジで言ってるか。しょうがないな。じゃアライグマ。また。いや、こっちでこうして。オッケー。キャラバン隊の勝利。あなたのキャラバン隊は戦闘に勝利しました。あなたはワールドマップから、拠点の選択とキャラバン隊の再編成を選ぶことでドネノコネの。はい。じゃあ、これ持って帰るか。ここ特に何もないもんね。このアライグマは特になんじゃないんだね。じゃあワールドマップで再編成で、物資、いや特にないな。アライグマだけ、あ、持って帰れないわ。じゃあいいわ。いらない。じゃあ帰ろう。オッケー。あと牛乳も持って入んないとな。あとこれ使えるわ。くず鉄 あるね。そういえば落ちてきた。ここにね。あ、そういえばこれ牛乳落ちてきたのお話ししましたっけ。まあいいか。とりあえずくず鉄があるのでこれも解体しつつだな。とにかく、スチールを、ガンガン作って、ガンガン増やしていかないといかんね。それまで別に特にね、やることないからね、通常運転になっちゃうんだよね。で、研究も、もう全部終わっちゃったから、
特に何もすることもない。うん、研究も全部コンプリートしてる。とりあえずデフォルトで僕やっているので、うん、まあまたモッドとか入れたらいろいろできることがあったりするんでしょう。うん、こう見た目も変えたりとかね、いろいろできるみたいなので、まあそれはまあシーズン2等々でやっていければいいなと思っています。うん、そうだね。うん、これでタバコができだすな。うん、そしてホップも収穫できだすよ。収穫の時期になりましたね。とりあえずね。うん。あれはできてないな。彫刻ね。まあもうちょっとかかりそうだね。うん、芸術11レベル、素晴らしいね。物覚えが早い。うん、いいね、イリナいいね。カッテンのお母ちゃんだっけ。うん、そうそう、カッテンのお母ちゃんがイリナね。で夫がローリーね。カッテン、うん、ローリーね。オッケーオッケー。うん、いろいろね、恋模様もあったもんね、この頃にね。そう言われてみると、確かにね。ただあれなんだよね、本当にまあ優秀なのか、なんていうのかな、難易度がちょっと低いのかわかんないけど、このコロニーで仲間が死んだのは一人だけ。うん、トーニーね。あ、これ内容物って書いてあるんだ、トーニー。うん、一人だけ。まあ優秀なのかそうじゃないのかわからないけれども、まあね、とりあえず、ほぼ初期のメンバーがいるんだよね。あ、来た。商船は惑星のそばを通過しようとしています。気遣いのあるカモメ。何？ケンダーだっけ。略歴またケンダー。どこに行く。汚れをトネノコニノする前に、気遣いのあるカモメを呼び出そう。これで、はい、あ、牛が飼える。そんなのはどうでもいいんだけどさ。コンポーネント、先進コンポーネントあるね。オッケーオッケー。スチールもある。ウランも違う。これスチールは買えるな。500。その他がないな。まあ致し方ないっちゃ致し方ないんだけど、ウランはない。その代わりスチールが大量にある。うん、でコンポーネント、先進コンポーネントもいっぱいあるっていうことだね。バイオ燃料さ、これ、間違えた間違えた。これで470円。あと売れるもの全部売っちゃおう。意外にないな。うん、あとはスチールを超大量に。あとビールも売れるな。木材もこれ。はい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 。そんでス
チールをよし570買って、コンポーネント21か、バイオ燃料全部売っても足りない。わー足りない。7個は買えるけどな。これ全部売るか。どうかな。あと12円足りない。12円、マジか。12円、よし、これで大量の、これもいらないわ。大量のコンポーネントが買えたね。あー高え。よし、これで調整できたかな。 OK、 うん、これで超大量のコンポーネントとスチールができたね。だからこれマイナス21 OK。 よし、これでとりあえずスチールが超大量に入ったね。オッケーオッケー、いい感じいい感じ。500とかだよね。うん、いやこっちもいいじゃん、だいぶ収穫できてる。イリナが芸術作品作ったよ。よし、ということでもう一つ展示しちゃおう、ここに。OKOK、うん、とりあえずこれで超大量のスチールが手に入ったから、まあもろもろの作業が多分続い、なんていうの、出来出すとは思うんだよね。まあそうだよね。ただここにスチールが入っていく可能性がかなり高いので、バルソンそれ運んだらこうしよう。うん、だったらここでまたスチールが生成できるから、スチールがね全くね足りないからね。あと上のここもねちょっと、収穫ができたので、まあこう運んでもらいたいなっていうのはあるけどね。いやー、まあいろいろ売ったけどどうにかなったね、とりあえずね。うーん、よしよしよし、うんうん、 OK で、これを作ってもらえれば、さらにスチールの、生成ができる。うんうん、
よしよし、先にこっちを作ってもらえれば後が楽だね。あとは時間とともに、もろもろできていくんじゃないのかな。あーでもスチールほぼ入ったな。ここ入ってないわ。ここもだ。ここも。はい、宝探しクエスト。レールガン。どねえのこねえの。じゃあまあとりあえずみんな寝たから飛ばしていきましょうかね。はい、大体起きたかな。タスパー連盟から来たトレーダーキャラバンが接触してきました。はいよ。まあこういこうしたんだね。彼らからまたいろいろ購入できればいいね。では剣だって、はい、さて何を持ってる。うわこれあれだな、びっくりするぐらい何もいらないな。ヘルメットぐらい、防弾ジャケット持ってんなけど、こっちももう売るものがない。バファローの、そうだな、もう売るものがないな。これは売れるのか。あとは？そうだな。200いくつじゃ足んないもんね。いや。いや、いいか。こんなもんか。売るだけ売ってだな。母、バロさん、なんか、みすぼらしい格好になってると。どこだ？ちょっとわかんないな。まあ、いっか。まあ、とりあえずカッテンがこれ運んでくれてるね。よし。で、夜の間にドリルマシンができました。ここ一つ余っちゃってんな。まあ、いっか。ウランがないんだよな、ウランが。ウランの旅だな、これ。あ、そういえば一個できてたな、これ。あ、持ってってくれてない。まあいいけど。見ちゃおうか。サガン大振りの彫刻。彫刻の上には、灰と煙に包まれた、双獣でいいのかな？一枚岩。のイラストがある。イラスト？これ彫刻だろ？彫刻なのにイラスト？おいおい。近くの洞窟から7つの人影が近づいてくる。テーマが6つのウグイスたちの、赤もめ屋さんだね。ウグイスたちの前にある作業を切り捨てて、このイメージには何らかの形でアルマゲドンと圧迫の両方が表現されている。これあれだな。カッテンたちの都市のそばに隕石が落下の話について触れている。ナンバー DI83 っていいのかな ?III。芸術の世界はわからないな。あれだな。サクッとスチールがなくなったけど。
こに入ったわけではないんだけどな。ただここもだな、サクッと全部入ったわけでもない。まあ、とりあえずスチールを超大量に使ってるね。まあさすがにマンパワーがいるな。あ、やられてるな、一匹。あれ。まあそんな感じかな、動物ドラマも。そったね。まあまたバロさんたちが帰ってくればまたいろいろとねはかどるとは思うんだけれども、どっちにしても材料が全く足りてないね。びっくりするぐらい。思った以上にスチールって必要なんだね。まあそりゃそうだよね、宇宙船飛ばすっつってんだもんね。もうローリーが一人で管理してんな。でも振り返ってみたらトニーがほぼ一人でここを管理してたんだもんね、最初の頃はね。食材ももうちょっと大丈夫だと思うんだけどな。でも外気温7度なんだよね。冬9日目、ちょっと見えづらいですけど、14時2時だね。まあ洋服もあるっちゃあるし、あれだね、みんなそれぞれの仕事をしてくれてる感じかな。そうだね、ローリーもね収穫してるしね、買って運んでくれてるしね。ちょっとこれも一回もういっか、種まきもしなくていいわ。こっち2つはね種まきしてもらいたいんだけどね。人ん家に勝手に入ってきて食卓を使うというね。これもうちっちゃいのかな、このテーブル。我々のこのコロニーでは。でもこの談話室が明らかにちっちゃいよね、これ。完全にまあリビングダイニング的なところだけどさ、圧倒的に狭い。10人がこの中で生活するんだもんね。もうちょっとこう広々作った方がいいね。あれだな、仮に第2シーズンやらさせてもらえるんだったら、ここ談話室はこれもうちょっと広く取んなきゃダメだね。とスチールとか、ウランとかああいうものはもうちょっと大量に買えるときにはもう大量に買っとかないと後がきついね。まあね、こういうところに埋まってたりもするから、まあそういうところで手に入れていけることもできるんだろうけどね。
チールがないね。あと34個、あっという間だな。ワルさんたちもあと2日ぐらいだね。スチールじゃないコンポーネント23個。すごくこうのんびり進んでる感じだけど、うん、畑がちょっと暗い。この辺ちょっと明かりつけてあげようかね。さすがに暗い。うん、え、嘘でしょ？何やってんのお前。はい、パルソンもうね建築しなくていいです。パルソンも建築しなくていい。建築パルソンも建築しなくていい。怖い。お、もう一つできてるな。ゲロ、素晴らしい。大理石の大ぶりな彫刻ゲロ。この作品には休憩所、休憩所そばの、一人ぼっちの惑星研究者が蝶まみれ、どんなやねイラストが記載されている。主題の右側にはある総長がある。この作品は困難感動を伝えている。うん、さっぱり意味がわからんな。まあこれは売ろう。良品、良品、両方とも良品か。いや、これを展示でこうするか。うん。え、ゲリラ雷雨、ものすごい量の雷が降ってきます。マジ？このタイミングで？まあとりあえずみんな寝たので今回はこの辺で終わりたいなと思います。雷はまた夜の間にパウルソンがどうにかしてくれると思うので、やっておきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。